皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ、プロ野球阪神 4×3 広島、14日甲子園、広島は阪神に今季9度目のサヨナラ負け、今季初の6連敗で63勝58敗5分けの貯金後となった。9月は2勝10敗と大失速している。3対3で迎えた8回から続投の4番手、黒原が9回1死から木並に死休。 が小野寺に四球で1・2塁から近本を打ち取るも2・に3塁から中野にセンターへサヨナラタイムリーを打ち返された黒原は3敗目、4勝スタメンは打順を大幅に変更1番センター秋山2番キャッチャー坂倉3番ファースト道輪4番ライト野間5番サード小園6番ショート矢野7番レフト末金8番セカンド 菊池9番ピッチャー森のオーダーを組んだ。阪神の先発最期は試合前まで12勝3敗、リーグ2位防御率1.57だった。1回、秋山と坂倉は連続空振り三振、堂林は2ゴロと3人で終わった。先発森は今季3度目の登板、1勝1敗、防御率4.00。前回の8月25日、 阪神戦、松田は4回を7安打5失点で負け投手。今季の初登板も阪神戦で8月9日、京セラは5回を3安打1失点で勝ち投手だった。森は1回、近本を言うごろ、中野と森下をともに1五郎に打ち取り、三者凡退に抑える立ち上がり。3回の攻撃で1死から菊池が左安打、森のギ打で西市2塁も秋山は中飛で先制できず。 森は3回、先頭梅野に右安打、木浪のギ打で1・2塁も再起、近本をボンダに打ち取り先制点を与えない。4回の攻撃で先頭、坂倉がライト線にツーベース、堂林のギ打で1・3塁とすると野間がセンターへ義比を打ち上げ1点を先制する。森は4回、先頭を中野に左安打も森下を空振り三振。 大山も空振り三振に取りスタートを切っていた中野を坂倉が差し三振ゲッツーでピンチを脱した森は5回先頭佐藤晃に左安打井上を二ゴロで1・1塁井上の2投を坂倉が差し梅野を二ゴロで3人で抑えた打線は6回先頭秋山が左安打坂倉が右安打堂林の犠打で1・に三塁の後期に 野間の二ゴロ間、続く小園が初球を叩き、レフト前にタイムリーを飛ばし、3対0とする。森は6回、西から近本に四球も中野を2ゴロに打ち取った。森は6回を86球、3安打、1四球、5奪三振の無失点で降板。7回は2番手、島内が先頭、森下に四球、大山を投五郎、佐藤明に右安打で一 1, 1、一二塁から代打。 前川に四球、一・死満塁として降板。変わった三番手、森浦が梅野に押し出し四球で3対1となる。なお、一・死満塁から木浪の見頃を菊池が候補するも二塁へのグラブトスを矢野が落球し、二対三に。さらに一・死満塁から代打、原口にレフトへタイムリーを運ばれ、三対三の同点に追いつかれた。だが一・死満塁で近本を夕うごろ、 中野を空振り三振で勝ち越しは許さなかった8回の攻撃は1死から野間が二内安打も小園は中飛矢野は3ゴロに倒れ好機を広げられず8回は4番手黒原が先頭森下に中安打1死後に佐藤輝の二ゴロで二市2塁で前川を空振り三振に取り勝ち越すを許さなかった9回の攻撃は先頭末金が左安打で代走 大森、菊池のギ打で1・2塁、代打、二股は空振り三振、秋山は夕頃に倒れていた。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。